まあでも中3はほぼ学校に行かなかった俺は。いや普通に授業を切ってたよ。だって俺めちゃめちゃ頭良かったもん。全先生に嫌われてたから。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。外配信の候補いろいろありがとうございました。面白そうなのが結構あってね。新宿地下街探索。新宿、あのね、俺今年あれやりたいんだよ。ハロウィンのさ、渋谷の後、始発に乗って、視聴者渋谷に集めて、お掃除配信したいんだよね。お前ら始発に乗って渋谷来いっつって。清掃配信。ちゃんと清掃して、山盛りのゴミ集めて、配信でやったりたい。なんかツイッターで毎年バズってるよな。それ配信でやっちゃおうっていう。思い出の地巡り見たいです。俺の実家周辺。全然いいけど。俺のその学校がある場所が、小学校は小屋なんだよね。中高が南浦和ってとこ。で、高校が渋谷だから。大したことないかもな、別に。中学生の時も俺荒れてはないんだよね。私立だったから。校則の中で言うと荒れてたかもしんないけど。犯罪とかまで絶対行かなかったから。なんかそんな物語みたいのが俺存在しないかもな。そう、イキリみたいのがね、その、私立レベルのイキリなんだよね。うちの中学校ってなんか校則めっちゃ厳しくて、頭髪検査っていうのがあるんだよ。もみあげの頭髪なんだけどさ、この耳のポコあるじゃん、ここの。耳のポコ、これ。ここより下に行くと、もう頭髪検査アウトなの。そういう規律の中で言うと、まあ遊んでた方かもしんないけど。まあでも中3はほぼ学校に行かなかった、俺は。すごいビビらせられてたんだよ。中学受験をしたわけだからさ、中高一貫のところ入ったらさ、中学から高校普通に上がれるのは当たり前だと思うんだけど、誰が立てたわけでもない噂みたいのがあって、成績悪かったら高校上がれないらしいよみたいな。そんなことねえんだけど。そういう噂というか雰囲気があったから、なんかそれに恐れて、中学2年生ぐらいまでは普通に学校行ってたんだけど、それ違うっていうことに中学3年生で気づいて、で、それから、なんか、エイ君っていう友達がいたんだけど、エイ君。その人とずっとサボってた。ずーっとサボってた。本当に。学校の近くにイオンのレイクタウンもあったし、ボロいネットカフェに行くと、8時間とかいていいのに、1500円とか、高くて2000円とかなの。だから、昼飯代とかを3日分我慢したりしたら、いけちゃうんだね。身分証明とかもないネットカフェがあったんだよ。バカバカ入れんの、普通に。っていうぐらいなんだよ。なんか、俺の、生きり方っていうか、なんか、グレ方。渋谷の方の高校に行った時の、グレ方にビビった。だから俺は1年で不登校になったんだね。本物のグレを見たから。マジで闇だったね。サポート校っていうところなの。通信と全日制の間みたいな。芸能コースがありますみたいなところなんだけど。入学費が高いんだよ、結構。だから、ボンボンしかおらんくて。昼休みになったりすると、父さんからもらったからっつって、EXILE のチケット配り出すの。女子が。あげるよ、タダでとか言って。いらなくはないと思いながらもらったんだけど。どこから出てきたんと思いながら。人生舐めたらばっかりよ。休み時間になる前に、先生が職員室からいなくなるの。何だと思う？近隣にある公園に先回りしとくの、先生が。休み時間になると、近隣の公園行って、生徒たちの半分がタバコ吸うんだよね。休み時間になると、もう教室すっからかんなの。卒業する人とかうちの学校半分ぐらいだしね。それ以外全員退学だよ。薬とかもあったのかなあ、あったのかもしんないけど、関わることなく終わってしまった。そういうのに、関わる前に本当に引きこもりになっちゃったからね。修学旅行とかも、まずやるかやんないかで、アンケート取るんだよ。やんないが9割やったからね。3年連続開催されてない。クラス旅行みたいなやつ。で、じゃあ、ちゃんとね、あと、映画とかドラマみたいに、
先生とかがね、授業中マジで半分ぐらいのカロリーでやってる。たまーに熱い人がいいんだけど、社会の先生とか。こいつら社会に出る前に何とかせんとやかんっていう熱量を感じてんだけど、もう数学の先生とかマジでなんか本当に給料だけもらいに来てるみたいな感じだった。俺高一の時は、いや普通に授業を切ってたよ。だって俺めちゃめちゃ頭良かったもん。高校生で俺めちゃめちゃ頭良かったんだよ。中学生の時に学年で人数が86人いたの。86人。で、俺定期試験やると85位か86位なんだよ。で、俺の親友にさっき話した A 君って子がいたんだけど、A 君が85位か86位で、それが毎回くるくるくるって変わるぐらいだったの。その2回2位は一生変わんないんだよね。で、渋谷の高校行ったら、多分俺はクラスで1位2位ぐらいに頭いいからね。だって北海道の位置はもう当たり前にわかんないもん。マジだよ。本当にわかんないよ。北海道の位置。え、ワンチャン東京の位置も彼らわかってない。レベルが違うよ。その学業っていうものに対するレベルが本当に異次元だからね。だって英語の授業が一番最初、どんな授業から入るんだろうと思ったんだけど、高校1年生の一番最初の英語の授業が、アルファベットの書き順からだもん。薄く書いてあるやつあんじゃん。A って。あれをなぞって書くのよ。これもびっくりしたよ。このびっくりした。体育の授業とか、一回で終わる。一年分の体育の授業分の単位が一日で取れる。代々木公園っていうでかい公園があるんだけど、5周したら一年分の単位がもらえる。代々木公園5周はどうなん？きついの？きついよ。これなんでかっていうと、5周っていう運動をする距離がきついんじゃなくて、その生徒のこととかもそういうところって考えてないから、また健康状態とか、健康的であれとか考えてないから、生徒のことどうでもいいから、高価格スモックで死にそうになる。大気で肺がやられる。歩いてるだけでなんか体調不良を起こすんだよね。みたいな。その学校の新、何すんだろうね、そういう学校の奴らって。いや、みんなでも多分ね、おやつ入れるとかだと思うよ。太いから。太い。道が最初からあると思う。まあ女の子はキャバ嬢とかかな。全然いると思うよ。前に DM で連絡してきた人、いや最近なんかその YouTube の方の再生回数がなんかしんだけど伸びてきて、なんか俺のことを見る人が増えてさ、中高のなんか覚えてない人からたくさん連絡来るわ。すがらやってたんだみたいな。覚えてないなと思いながら、なあなあやらなあなって。全然覚えてねえ。別に、それこそ、思い出の地を巡りたいです。全然してもいいけど。配信で語れちゃうな、別に。小学校の時は、赤が大好きだったんだよ。もう赤が俺は大好きすぎて、どんだけ私服赤で入れるかっていうチャレンジすらしてたんだよね。赤が好きだったの。カズレーザーより赤だったよ、俺。ニット帽赤の、パンツ赤の、中のシャツ赤の、で、なんかユニクロのフリース赤の、靴赤で、靴下赤で学校行ってたもん。ランドセルも赤に修理すればよかったなと思うぐらい。そんぐらい赤が好きだった、俺。なんか知らんけど。で、中学生の時が、まあ、サボりと、彼女と、まあ、先生かな。どんだけ先生に怒られないでいなしてをうまくやるかを考えてたね。全先生に嫌われてたから。存在し得る先生全てに嫌われてたからね。俺の中学2年生の時の、なんか俺をどうにかしてくれようと思ってくれてそうな女の先生が担任になったんだけど、俺はその先生が担任になった時に、単純にバカだから怒ってこないなって思っちゃって、でもやりたいこと全部したんだね。教室の中でエアガン撃ったりさ、なんか弁当に入ってるブドウでキャッチボールしたりさ、バカなことばっかして。クソガキだったね。中学生の時はほんとクソガキで。で、中学3年生の時に、先生がもう辞めちゃって。なかなかないことなんだけど、高校生の先生が中学に降りてきて、バキヤンキーみたいなクソ怖え先生が中学3年生の担任だった。マジで怖かった。中学3年生の時の先生は。
大人は舐めてた、俺は。今だったらあの人がどんな考えがあってとかわかるんだけどね。中学生の俺には何もわからなかった、マジで。学校の先生に謝りたい。今、お話をしてみたい。あの時の先生と。でも、ちゃんと嫌われてたから、本当に。慕ってくれてる先生って本当いなかったんだよな。あっちが、会いたくないかも。それでなんか、あの時は、とか言われたら俺なんか、エモくて泣いちゃうかもな。その生徒に対する態度とさ、やっぱりその、大人になった俺への態度って違うと思うんだよね。生徒に対する態度でああなってただけなのかもしんないけど、あの時の先生の反応が先生としてだったのか、そもそももう人として俺のこと嫌ってたのか、どっちかが分かんない、マジで。しかも母校行ってももういないと思うわ、さすがに。卒業したの10年前よ。うちの中学の有名な芸能人誰だっけ、出た人イジリー岡田だよ確か。中学校の時の先輩がイジリー岡田で、高校の時の有名人が、木下ゆきな。